まあ、一昨日発生した KDDI の通信障害、県内にも影響を及ぼしました。こちらは気象庁のアメダスのホームページ。昨日午後7時時点の七尾市の情報はほぼ真っ白でした。これは一昨日未明に発生した KDDI の通信障害によるものです。KDDI によりますと、通信障害は今日午後4時時点で全国的にほぼ復旧したということです。県内の各消防によりますと、通信障害の影響で119番通報が遅れた事例が今日午後3時までに7件。加賀市では高速道路上でバイクで自損事故を起こした運転手の携帯電話がつながらず、目撃者が道路にある非常電話で通報したということです。7件とも命に別状はないということです。また県によりますと、新型コロナに感染した一部の自宅療養者77人ともこの土日電話がつながりませんでした。この期間、体調の急変などは確認されていません。